はい、日本海パークライン県道3号線を走ります。魚町っていうのかな。はい、行きます。今日は途中からになりますけどね、日本海パークライン笹川流れまで行ってみます。はい、今日はドライブ旅2日目になります。1日が福島で、2日目が新潟県、3日目は山形県をドライブいたします。さてどうなりますか、楽しみにご覧ください。コンビニもないって、この先ないって、買っといたら。大丈夫か、どっかでは何かあったら食べよう、朝飯食べよう。このおにぎりは後で食べよう。さすがの流れは右なんだよ。345号線じゃん、さっきのとこと同じじゃん。え、続いてたじゃない、あれ345号線と県道3号線って書いてあったもんな。綺麗な、なんか写真出てるけど綺麗だね。そう、綺麗なとこだよ。笹川流れって有名だもん。さなちゃんが知らないだけだよ。知らない。動画も見てないでしょ。ない。天然記念物って書いてある。そうそうそう。道の駅もあるし、ゆりはら温泉もあるし。じゃあ写真をいっぱい撮ろう。綺麗なとこだから多分写真撮った方がいい。景勝地だ。まだ3号線じゃねえんだけど、じゃあさっきの入れといてよかった、消してねえからいい。あ、消しちゃったよ、さっきの、あの漁港のところから。だからか、だからお前我慢してる、珍しいな。我慢して我慢することね、食べたい時食べればいい。あっつったらまた今度来た時食べればいい。あ、これ食べたな、この先あるんだよ。海がいいな、海見ながら生活するのがいいよ。
食べ。まだ剣道、今も剣道散歩してる。13か。じゃあまだもうちょっと。
ちょっと海から離れちゃった。でもいいよ、学校ほら、目の前が海だからすごい、多分眺めがいい。海部小学校、神海部。東京とか多いね。ああ、多い。
える人もいるから。うん、いるでしょ。だから3号線まで行ってみる。これがそうなの。すごいね、岩が。ね。すごいね。あ、もう出てきたね。2キロ。はい。これがそうなんだ。345号線っていうのがそうだったんだね。これ3号線ってさ、日本海夕日ライン、夕日ライン。ここからだ。夕日ライン。ちょっと休憩しました。行きます。
窓閉めろ。クーラーかな。はい、バイバイ。ありがとね。ありがとね。ありがとね。
千葉の海とは全然違う。違うよね。ここは今川でした。あれ、布団でしょ。ああ、ね。なんか食べるとこないかね。ベンチャーしか。ああ。今川集落。集落。なんか食べるとこいっぱい書いてあったけどね。まだちょっと走ってからした。だからさっきのあの笹川流れとかしかないじゃん。しかないのかね。なんか業種のなんかとかなんか、ね、あ書いてあったけどさ、やってなかった。あそこで駅の周りしかなかったじゃん。やってたらいいけど。刺身定食とかなんか、鮭定食とかし、それでもいい。
川の中で塩工房。とりあえずそこにカフェもあるか。そうだ。カフェもあるし、そうカフェ。来たとこ。そう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 。そこ寄ってみっか。せっかく。